皆さんこんにちは、けんまみです。はい、で今日のテーマは視聴者さんからいただいた Q&A の続きになります。はい、はい、では早速やっていこう。まず一つ目の質問は、うん、2人の馴れ初めを聞かれていたので。これ多かったね、うん、意外と気になって、うん、そんな気になります？どうでもいいことかなと思ってるんですけど、うん、まあでもやっぱロードバイクのしてる夫婦やから気になるっていうのがあるんかなと思うんですけど、まあシンプルに馴れ初めは婚活ですね。2017年にマミと出会って、うん、でマミも婚活してたと。そうなんですよね。私もまあいい年になってきて結婚を意識するようになって、うん、で婚活を始めたところですぐに出会って、うんうん、でまあね、その日に出会ったその日にもう交際を開始。お互い婚活してるから、うん、もう結婚前提で交際スタートして、うん、でそこから5ヶ月後に入籍しました。超スピード婚です。で、うん、スピード婚っすよね、うん、まあ、で 入籍してから1年後にしまなみ海道でしまなみ婚という2人のフォトエンディングをした、まあ、これ動画にしたやつなんですけど、うん、そういう形です。はい、じゃあ次行こう。はい、パートナーをロードバイクに引き込む方法も聞かれてたんですけど、まあもともと私はロードバイクをしていなくて、でそれこそ出会ってからデートの中でロードバイクを始めまして、うん、なんで私の影響でやってみたいと、うんうん、まあレンタルからまずしたんですけど、うん、でそれでその時に結構乗せられまして、よいしょよいしょ乗せられまして、で、う、結構センスあるやんとか、めっちゃ走れるやんとか、俺より速いんちゃうとかって言われて、結構その気になってしまって、その1週間後ぐらいに、1週間後やね、1週間後にクォーターを購入しました。はい、うん、でも買ったからには乗るしかないと、はい、うん、いう感じで、あとはまあこの人は結構休みの日とか晴れてたらロードバイクに乗りたい、俺はあの晴れてたら絶対乗るんやっていうのをずっと言われてて、じゃあデートできんやんって思ったんですよ。うん、うん、そうそうそう。でその時にいやあんまりこれはついてきてほしくないパターンかなと思ったんやけど、一応それって私も一緒に行ったらあかんのって聞いたら、あその方が嬉しいって言われたから、あじゃあそれをデートにしよう、ロードバイクをデートにしようと思ってついていったっていう感じですね。この方はあれですね、好きな人に趣味を合わせるタイプの、っていうか合わせないと合わんかったから、まあまあまあ晴れたらなんかロードバイク乗りたいとか僕つぶやいてたから、うん、そうそうそう、何回も聞いてすっごいそればっかり言われるから、だからその時が私もロードバイク始めて数ヶ月ぐらいで、うん、もう本当にロードバイクが楽しいっていう、うんうんうん、始めたばっかりの時期だったもんですから、うん、多分そう言ってた気もします、うん、はい、でなんか質問の中でもパートナーをまあねロードバイクを引き込む方法で私目線で言うと、まあロードバイクちょっと乗ってみたいって言った時に、正直な話するとパートナーをロードバイクに乗せるってことは心の中では別に進めようと思ってなかったんですよ、うん、危ないので。だけども乗りたいって言ったので、じゃあまずはプランをですね考えて琵琶湖琵琶湖コースを一緒に走りました。でその際に気をつけたことっていうのは、パートナーをロードバイクに引き込みたいどうしたらいいですかって質問に対して言うと、まずは一番最初がファーストインプレッションが大事だと思うんですね。だからその企画が大事で、まあ、その日の天気絶対晴れた日じゃないとダメだと思いますし、風がそんな強くない日を選ばなあかんと思うし、あとはコースとかもバッチリ下見しといて、まあ、初心者なんで短いコースをかつ平坦山とかあったらダメだと思いますよ、うん、辛いだけだから最後にご褒美、まあ、朝食昼食のカフェですね、自転車テラス席とか
まあ、そういうのを全部考えてその日のデートは琵琶湖の周りをただすごい走れて結局60キロぐらい走ったんですよ、合計。でも本当にその日は楽しくって疲れるっていうのがなかったんですね。なんかフラットペダルやったけど。なるほどね。だから僕からアドバイスするのであれば、彼女さんとか奥さんをロードバイクの世界に引き込みたいっていうことであれば、ちゃんとプランを立てて、でもし、まあ、曇りとかもう風が強かったりとかだったら絶対中止にしてください。もう最初の1回目のプレゼンが大事だと思ってるんで。確かにね、だからもうそこは絶対省いてちゃんとご褒美をつけてあげる、ここの カフェを下調べして、まあ、女性とかだと特にそうですよね。今ちょっと男性目線で話してるんですけど、女性だとやっぱ美味しい食事カフェが好きだし、まあ、そういうのを選んであげるといいです。あとは、まあ、その彼女さんとか奥さんによるんですけど、温泉とかね、ライド後の、ただ彼女さんとかだと多分嫌だと思います。化粧落とさなあかんし、し直さなあかんし、だからそこは気をつけてください。その相手によって、まあ、お風呂とか温泉とかは選んだ方がいいです。女性って多分化粧して髪直すとすっごい嫌だと思うんですよ。だからそういう引き込み方をしました。で、そのデートプランが具体的にどんなんっていうのはちょっと昔の動画で申し訳ないですけど、マミの原点っていう動画を上げてるんですよ。で、それが私が初めて連れてったカフェとかコースとかを紹介してます。一日の流れを、もし興味ある人は、まあ、見てもらえば。あとレンタルサイクルも紹介してるんです、まあ、そういう感じでうまいこと引き込みました。乗せられました。そう、あったね、すごいセンスあるよとか。でもね、本当その気になっちゃう。そうそうそうって言われると、あ、私ってできるんやみたいな。そうそうそう。まあ、あとは私実績としてはマミだけじゃなくて、うちの父親ですね、あと母親、うちの妹、全員ロードバイク乗りにさせました。僕から言ったわけじゃなくて、なんか僕がその楽しそうにねやってるのを知ってるから、インスタとか自転車それでやりたいって言った時に、全く同じ、まあ例えば父と母はビワイチコースを、マミと同じようなプランを、で妹はその駿河半島ですね、駿河半島、ちょっと若いんで、妹は若いからアップダウンのある走ってもらって、でロードバイクの世界に引き込みました。うちの家族今全員スポーツバイク乗ってます。これからも僕らの YouTube を見て、クロスバイクでもいいですし、ロードバイクでもタンデムで始めましたっていう人が増えることを祈って今 YouTube 活動してますんで、だから僕らが結構ね、まあガチ勢ではないですよね。だからサイクル、普段の日常のサイクルライフが楽しいっていうのを発信していると。次がすね毛は剃りますかっていう質問が多分僕に対して来てる。そうですね。で、結論から言うと私も処理してます。ロードバイク始めてから、それがなんか儀式的な感じらしいってことを知ったんですよ。まあ、空気抵抗とか、あとは日焼け止めが塗りやすいとか、怪我した時にすぐに、なんだろう、怪我あるとね、絆創膏とか貼ってもね、一緒に剣抜けて痛いんだもん。だから僕はなんかそこから剃ってます。で、今まで脱毛テープとか除毛剤とか剃るとかやったんだけど、結局コスパがいいのが剃ること、 T 字で5枚刃で剃ってて除毛剤って結構高い、まず高いし一番いいと思うんだけどね。で、脱毛テープはめちゃくちゃ痛い。楽しいけどね。楽しくねえよ。楽しくねえ。一回やってもらった方が、でも二度とせんっつって。叫んだもん。叫んだもん、あれは。ただ冬とか長袖ジャージ着てる時は剃らないし、毎日剃ってるわけじゃないですね。人と会うようなイベントとかの時だけ剃ってます。だから普段の練習とかはなんか中途半端に伸びた状態で走ってますよ。でも基本的には処理はしていく方向とかですね。
まあそうだね、やっぱりその方が日焼け止め塗るのが楽、それが一番大きいかな。まだ怪我したことがないんであれなんだけど、日焼け止めとかすっごい塗りやすいし、あと空気抵抗もね減るしね。そうなのかなあんま変わらん気がするけど、まあ、はい、そんな感じです。はい、次マミの質問、マミの質問やな、ズボラ料理出してほしいっていう。はい、ありがとうございます。ズボラ料理は、うん、まあ需要があんまりないかなと思って最近あげてはないんですけれども、一応取ってあってお蔵入りになってるのとかもあるし、あるね、お蔵入りね、お蔵入りになってるのもあるしまああのこれからちょこちょこ栄養の動画とか、あと補給食の動画とか、補給食とかね、ちょっと今いろいろ企画してて、うん、あのロングライドでの補給食とか、レースの時の補給の取り方、うん、やっぱその管理栄養士の中でも数少ない認定管理栄養士っていう、もうプロ中のプロなもんですから、うん、そういった有益な情報を僕は発信してほしいとお願いはしてるんですけど、ちょっとなかなか我々働きながらの YouTube 活動なので結構きついんです。そうなんですよね、スケジュール的に特にこの方はその仕事以外でもとして栄養士会のね、栄養士会の活動もしてるから、だから僕がもうメインで YouTube 今、まあ、当然もともと YouTube 僕がやってるんであれなんですけど、なかなか出演スケジュールが取れないんです皆さんもっと、まあ、マミによいしょってしてくれんと出てくれんくなっちゃうから、いや、うん、まあそこはねあれですけど、まあでもただね、栄養のことをせっかく知識として持ってるから、皆さんに有益なことを伝えてきたらいいかなとは思っているので、またちょっと気長に待っていただければ嬉しいです。出すとは思います。僕もお願いしてるのもいっぱい、自転車の緑率を上げたいですっていう質問がありました。ありましたね。まあ、僕なんかより YouTuber のトランクさんとかをね参考にした方がいいとは思うんですけど、まあ、僕も緑製品多いですよね。でその方の質問内容がちょっとはっきりとは分からなかったんで想像でなるんですけど、自転車の緑率を増やしたいですということで、自転車のパーツとアクセサリーに特化した緑の製品とか探すのであればっていう、うん、アクセサリー、ね、うん、とこで言うと、まあライトとかね、キャットアイのライトとかも緑あるし、うん、あとはペダル、スピードプレーとかね、あと手軽なのはボトルケージとか、あと、うん、ボトルケージのボルトとかもね、最近アルミの緑のやつとかもうすごい数百円とかで買えるし、あとはコラムスペーサーとか、あとはバーテープ、サドル、そうだね、緑率増やしたいっていうと、まあそんな感じかな。あとは自作で例えばステッカー緑のやつ作るとかつけるとか、自分の好みの緑率を増やしててください。続いての質問は、視聴者ライドやオフ会の予定はありますかっていうものです。なるほど、はい、今のところオフ会の予定はありません、はい、で理由としては、まあ、例えばライド系のオフ会やりますってなった時に、まあ、いろんな年代の視聴者さんが集まると思うし、総力もそれぞれ、まあ、違ってくると、経験とかね、うん、ってなった時に、なかなかそういうコース設定難しいですし、あとはその愛知県の森コロパークみたいなその施設ですね、まあ、今福井県でやる前提で話はしてるんですけど、がないのですごい難しいなと思ってます。私ツアーガイドとかそのツアーのコース設定とかのお手伝いとかも実はしたことあるんですけど、まあそういった経験もある中で、そのライド系の深いっていうのは非常に難しい、コース設定とか距離とか時間とか、そう、視聴者さんと走りたいは走りたくないわけではなくて、動画見て分かるように京都ライドとかだと全然ね、面識なかった方、うんうんうん、年齢も違うんですけど、全然楽しく一緒に僕走ってきましたし、私が若さじの時に声かけてもらって、そういうのがそのきっかけですよ。だからリアルに繋がったりとかもしてますし、嫌なわけではないんだけど、まあ、なんでごめんなさい、
自ら企画してオフ会集まれっていうのはやらないんだけど、まあ、だけどね、インスタとか YouTube で来月例えばここ走りますとか宣言して、その時に全然お声掛けしてもらってもいいですし、うん、一緒に走ろうって思ったら、まあまあそのちょっと来てもらったりして、そうそう、まあ、撮影してるかもしれないんで、あの短い走行距離とかぐらいだったら一緒に走りたいです、うん、で、まあ、こちらなんですけど、昨日のプレミア公開三方五湖私たちがガイドしますっていうの の翌日に今撮影してるんですけど、うん、まあ、視聴者さんとの交流も今後増やしていこうかと思っていて、すごく楽しかったし、ね、昨日はチャットであのめっちゃ忙しくて、多分逃してるコメントとかもあったかもしれないですけど、一生懸命こう2人でトカトカさんってやって、そこのチャット内でも言ったんですけど、今度はライブでお会いしましょうと、そうです、ね、なんでそういったなんていうのかな、交流の場というか、まあ、私たちとオフ会じゃないけどその会話する場っていうのは今後設けていきたいなと思ってます。今回の動画は以上です、はい、また気が向いたら質問コーナーを作ってその回答をしていきたいと思ってます、はい、今回いろんな、質問を寄せていただいてありがとうございました。はい、では今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。